Google のプロダクトソリューションスペシャリスト、ビジネス向け Google プラスが日本での担当を務めております、キャンと申します。本日はマーケターのための Google プラスソリューションについてお話しさせていただきます。このセッションはですね、1時間ほど予定しており、最初の45分間は Google プラスのビジョン、Google プラスの機能紹介、そして成功事例という順に話していきます。残りの15分ほどですね、皆様からいただいたご質問をできるだけ回答を行っていきます。セミナーの内容に関しては、前半はソーシャルマーケティングに役立つ Google プラスの、ソーシャルソリューションを紹介しますが、後半は AdWords のソーシャル設定オプションなど、ソーシャルマーケティング以外にも役立つ Google プラスのソリューション機能を紹介しますので、ソーシャル運営担当も SEM 広告の担当もぜひ最後までお使いください。またはですね、本日の内容は先日6月末に行われたセミナーの内容と重複している部分がございますので、あらかじめご了承ください。またはですね、例えば機材のトラブル、聞こえづらいところとか、もしあれば、ぜひコメントしていただければと思います。また質問などもあれば、コメントしていただければ後で、そうですね、順番で交代していく予定になりますので、本日どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、Google プラスの詳細を紹介する前にですね、我々はなぜ Google プラス、このソーシャルの取り組みを始めているのかについて、説明させてください。Google プラスは Google にとって全てのユーザーがより簡単かつ直感的に利用していただけるようになるという取り組みの中心になります。この取り組みの理由っていうのは Google のミッションになりますね。世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできるようにするというミッションのもとから生まれたプロジェクトとなります。Google は独自の検索エンジンと主要のサービスから最初はサービス始まりました。しかし時間とともに、メール、動画、モバイルマップなど多くの個人、また、ブランドにも利用していただけるサービスまで広がりを見せています。こうした過程の中で我々は全ての検索結果が、同じように作成されているわけではないという点に気づきました。Google が整理しているウェブサイトやページの裏側には情報を積極的に共有を行っているユーザーがいます。つまり、ユーザーたちに最高の利便性をもたらすために、Google のあらゆるサービスにソーシャルという要素を統合させていく必要があると考えています。これは Google の長期的なビジョンとなります。ログインしていて Google プラスにアップグレードすれば、バラバラなサービスではなく、一つの Google のサービスとして使用することが可能になりますし、検索、動画、マップなどサービスは、ユーザーの興味関心、またソーシャルグラフと連動し、より利便性の高いウェブ体験を可能にします。これを実現するには、Google の従来のサービスに、ユーザーのアイデンティティ、つまり誰か、そしてユーザー間のリレーションシップ、つまり誰と、そして最後に情報の共有という要素をプラスしていく必要があると考えています。こうして Google プラスが誕生されたんですね。Google プラスというのはかつてないほど急速に広まったソーシャルプロットフォームとなりますね。サービス開始してからまだ1年ですが、今年6月末に、2.5億人以上のユーザーがすでに Google プラスに参加しています。Google プラス上のビジネス用の、自社サイトを作成されたブランドは100万を超えています。またはですね、1.5億人以上が毎月 Google プラスを利用していて、そのうちの半数は毎日サインインしています。1日60分も Google のサービスに、過ごしていて、さらに Google プラスのストリーム上に12分も時間を費やしています。Google プラスの影響力はどんどん高まっていると言えるでしょう。ここで急速な成長を、できたのは、ユーザーと広告主様双方に
利便性と高いエンゲージメント効果を実感していただいているからではないでしょうか。では、ユーザーにとっての利便性を例を挙げて紹介したいと思います。例えばですね、このように、仕事帰りに、広告の看板を見かけました。そしてシルバーウィークは旅行に行きたいなとふうと思いました。とは言っても、すぐ旅行代理店に電話して予約するわけではないんですね。携帯はまたは家に変えて、PC から旅行サイトにアクセスし、情報の収集を行います。友達から口コミ聞いたり、またはホテルサイトのウェブを見たり、そして YouTube など動画サイトもアクセスして、旅行先、ホテルの動画などもチェックしたりします。このようにですね、ユーザーに、とってはウェブはもう単一の情報源というわけを超えて、ソーシャル化が進んでいます。あらゆる情報があらゆる方法に幅広く連結されていく中はですね、Google プラスはユーザーにシンプルな形でより信頼性の高い情報の収集を提供します。例えばですね、ホテルについて検索を行う場合はですね、検索結果には、サイトの情報だけではなくて、自分の友達がおすすめしているホテルの情報も書かれます。ユーザーがおすすめしている商品サービス、コンテンツに関する情報について、ユーザーの知り合いが検索すると、そのおすすめ情報がタイミングよく表示されます。またはですね、このような、おすすめ情報というのは、検索結果だけではなくて、ディスプレイ広告や動画など、ウェブ上にあらゆる場所でも表示されるようになります。しかし、シェアしたい情報によっては、ここまで知り合いの全員に発信されてしまうと心配する、こともあるではないでしょうか。そこではですね、Google プラスというのが一つの共有の情報につきまして、ウェブ上での共有範囲を完全に、簡単に設定することができます。もちろん、モバイルアプリを使用していただければ、どこからでも自由に、その情報の収集と発信を行うことができます。スライドはもしかしてすごく少しちょっと遅れているようですね。すみません。もうちょっとゆっくり説明して進めていきます。またですね、Google ではあらゆるサービスにソーシャルの要素を統合して、ユーザー一人一人に合わせて、世界中の情報を整理していく取り組み一環としてはですね、新たな検索システム、Search Plus Your World をアメリカで実験を始めています。このシステムでは、Google 検索でユーザーに関連の高い結果を表示することが可能になります。例えば、パーソナライズ検索結果にユーザーの興味を引きそうな個人プロフィールや、Google プラスページで表示されることが可能になります。これは、ユーザーにとても利便性ではあるんですが、マーケターの皆様にとって大きなビジネスチャンスではないかと思います。では、Google プラスは、ブランドにとってのプラスは何でしょうか。次では紹介したいと思います。まずはですね、近年の消費者のオンライン上の行動データを見ていきたいと思います。少し寂しいデータになるんですけれども、ユーザーの半数以上はですね、リアル世界よりもオンライン上で会話をたくさん交わす傾向にはあります。またですね、商品サービスの購入する際に、その他のユーザーからの意見もとても大切にしていて、世界中のインターネットユーザーの53%もオンライン上で商品サービスのレビューを参考しています。最後はですね、
お客様のブランドについて検索される際に、お客様が提供しているメッセージだけ表示されるわけではなくて、世界のトップ20のブランドの検索結果を例にしますと、その25%が、実はユーザーが作成されたコンテンツへのリンクとなっています。つまり、ユーザーは今まで以上、その他のユーザーとコミュニケーションを図ることが可能になりますので、多くの情報に基づいて、購入の判断できるようになりました。購入までのプロセスというのが多様化になっていますね。ここで、ターゲットユーザーにタイミングよくリーチして、関係を強化していくのはどうすればいいでしょうか。そして、マーケティングキャンペーンの成果分析の重要性が高まる中、トーシャルの効果測定をどうすればいいでしょうか。Google プラスは、マーケティングで使用される、あらゆる Google サービスとソーシャル要素を統合することによって、3つの主要項目の成果を向上させるには役立っています。まず、ターゲットユーザーに対するエンゲージメント効果。そして、ターゲットした広告をユーザーにリッチ。最後に、キャンペーン成果測定性の向上に挑みます。次では、この3つの目標を達成するための Google が提供できるソーシャルソリューションを紹介します。スライドが少し遅れているようなので、少し少々お待ちください。すみません。次ではですね、まず、ブランドや商品がウェブ上でのアイデンティティを持たせて、ユーザーがブランドと一対一のコミュニケーションの接点となるのは、Google プラスの企業ページですね。これまでたくさんの日本の企業様にも取り入れたいと思います。ページのフォロワーを増やして、顧客にページを見つけてもらうには、その作業が必要です。まず、Google プラスページ自体を作成していただく必要があります。Google プラスの個人プロフィールにログインしていただき、ページというボタンをクリックしていただきますと、ページの作成ができます。このページ上で動画や、コンテンツなどを投稿していただいたり、ユーザーと、やり取りを行うことができます。ここでとても重要なのは、基本情報セクションに詳細の説明を入力することと、ウェブサイトのセクションにウェブサイトを入力することですね。ユーザーからこのページの持ち主、コンテンツの収支がわかるように、しっかりと紹介していきましょう。そうすることによって、関連性のある場合はですね、ページ概要欄につけて、もらいやすくなります。またですね、ユーザーの広告営業担当がいる場合はですね、簡単にページの URL を使っていただければ、ページの企業公式に。次では、そうですね、Google プラスバジオを使って、フォロワーを増やすことも行いましょう。バジの形、大きさっていうのもいろいろありますので、どれも、Google プラスページを利用していることを、フォロワー、あるいはユーザーに、対して、アピールすることができます。バジがあれば、サイトの本社はこのサイトから離れなくても、ブランドの Google プラスページをフォローすることができます。またはですね、このバジを他のソーシャルアイコンと、並んでサイトに掲載することもとてもおすすめです。このバジを利用している上位のサイトでは、ページのホームユーザー数が平均38%も増えています。次ではですね、ユーザーが共有したいコンテンツを投稿し、一般公開します。
投稿されたコンテンツが共有された、ユーザーが増えれば増えるほどフォロワーも増えていきます。Google プラスはテキストだけのプラットフォームではないので、写真や動画の投稿もとっても、効果的です。そして、アイデンティティを持った人間性のあるコミュニケーションを心にかけましょう。できればですね、ここでしか手に入れない情報を日々更新していくこともとても大切です。また、ユーザーは何か興味あるか、何か気に入って何気に入らないかについて直接にフォロワーに尋ねてみるのも良いではないでしょうか。最後にですね、その補完として、 Google プラスページをプロモーションをかけていきましょう。Google のブランドを使用するに関する、ガイドラインのサイトにアクセスしていただければ、その他のメディアにも含めることが可能の Google プラス素材をダウンロードすることができます。ニュースレターやその他のソーシャルネットワーク、またオフラインメディアで、この作成された Google プラスページを知らせていただくのはとっても適切です。そして例としてはですね、NBC スポーツさんは、フリーロール CM を利用して Google プラスのフォロワー、を呼びかけました。また、Booking.com では、ページへリンクを記載、そのメールマガジンの中で Google プラスページへのリンクも記載しています。そうですね。コミュニケーションの形はたくさんありますので、これといった全ての部分共通する方法っていうのはありませんので、ユーザーの反応を見ながらテストして勉強していきましょう。そして先日、トヨタなど一部のプロフィールで、や Google プラスページで短くなって覚えやすいカスタム URL が利用できるようになったと発表されたんですが、さらに数千の認証ブランドあるいは個人ページにもご利用いただけるようになりました。ご利用対象となったアカウントはメールで知らせいくが、または Google プラスページ、プロフィールにお知らせが表示されます。知らせがあった場合はですね、手順に沿って事前に承認されている URL を受け取ることができます。また今後もさらに多くのプロフィールやページでカスタム URL をご利用いただける予定になっておりますので、もうしばらくお待ちください。次ではサークルについて紹介したいと思います。サークルはユーザーにとって現実世界と同じようなコミュニケーションを行えるように、つながりをグループ分けにして情報の共有範囲を管理できるツールですが、ブランドにとってはですね、ブランドのフォロワーをセグメントし、コミュニケーションを別々と、行うことを可能にする管理ツールですね。ブランドにとってサークルの運用に関して、サークルの分け方に特に注目していただきたいです。それぞれのサークル、つまりセグメントに対して関心の高い情報を提供を行うために、ユーザーの性別、年齢、などデモグラフィック情報によってサークル分けることは、できます。例えば、女性フォロワーを女性というサークルの中に入れておきます。そして、商品サービスの女性に嬉しい機能をそのサークルに集中して行うことができます。その他にも、ユーザーの興味関心、ニーズによってサークルを分けることもおすすめです。複数の商品ラインを持っているブランドの場合は、商品ごとに興味のあるユーザーサークルを作ることによって、ユーザーが関心のある商品の情報をより詳細に、提供することができます。インテルの場合は、ページの上に企業に関する5つの話題のサークルのイメージを公開していて、ユーザーに興味のある話題をプラスはしてくださいと呼びかけています。こうやってユーザーが興味あるサークルの中に入れておき、情報の提供を行っています。またですね、どういうサークルを作ればユーザー興味あるかわからない場合はですね、直接にユーザー聞いてもいいではないでしょうか。インタラクティブの会話はとてもエンゲージメント効果が高いですので。次は、ハングアウトについて紹介します。ハングアウトは最大10人が同時にビデオ会話を行える機能ですが、企業にとっては
顔を見ながら製品やサービスについてユーザーから直接意見を聞いたり、製品発表の際にバズを起こしたりするエンゲージメントツールともなります。まず、このハンゴートの機能を紹介します。ハンゴートでは会話をブロードキャストし、録画することができます。また、ハンゴート中、YouTube 動画の視聴、参加者のパソコンスクリーンの共有などができます。そして、通常のハンゴートは参加者しか会話を楽しむことはできないんですが、ハンゴートアイアを利用していただければ、ハンゴート自体は Google プラス上で一般公開され、全世界から視聴できるようになります。また、連携している YouTube チャンネルにもライブストリーム放送ができます。そして、ハンゴートを他のサイトに埋め込むこともできます。それによってライブストリーミング配信の場所を広げられます。もちろん、ライブ視聴者数はハンゴート主催者の画面にリアルタイムで確認していただくことはできます。すべて終わった後ですね、ハンゴート動画が録画されて、終了後、YouTube チャンネルに自動アップロードされますので、今後も引き続きユーザーに対するエンゲージメントの素材として使っていただくことは可能です。例えば、チョコレートメーカーのキャドバリさん。は、ハンコと AI を活用して、様々なターゲットユーザーに対してアピールを行ってきました。今年3月、キャドバリはマーケティング目標異なるハンコと3つを実施しました。まず、顧客維持の目標にしたハンコとになります。フォロワーが50万人達成するという記念にして、イベントをハンコと上で主催しました。チョコレートで Google プラスページを作れました。そしてその過程をハンゴートで公開しました。次はブランドの認知度を向上するためのハンゴートです。イギリスのオリンピック水泳選手、キャドバリのイメージキャラクターも務めているアドリントンさんに対して、フォロワーから質問を募集し、さらにその質問に対してライブチャットで答えてもらったハンゴートになります。このハンゴートでは、キャドバリは、この2012年のロンドンオリンピックのスポンサーではあることをアピールして、ブランドのイメージを高めることができました。そして、商品リサーチ及びブランドエンゲージメントを目的にしたハンゴートです。キャドバリのブランドに関心の高いユーザーたちを招待し、商品の開発者と会話楽しみ、ユーザーが自分のチョコレートの、味の好みについてコメントしたり、新しい商品の試食なども行いました。また、Google プラスのハングアウト API を使用していただけますと、各ブランドは Google プラスハングアウトの中で動作するアプリを作成していただくことは可能です。ハンゴートアプリを活用して、自社のユーザーに向けてカスタマイズしたユニークのユーザー体験を提供しているブランドの例を見ていきます。テレビ放送局ブラボは、ハンゴートアプリを使用して、某人気テレビ番組の臨場感を感じさせられるゲーム、クラブチャレンジを作成して、ハンゴートの中でファンと一緒にクイズ番組に挑戦できるようにしました。この他にも、ファンゴートを利用していただければ、新製品の発表会を行う事例もたくさんありますね。また、商品のデモ、セミナーなどにも有効です。インパクトと話題性を提供できますので、ファンゴートは商品やサービスの良いプロモーションになります。また、ユーザーに親近感を感じさせるために、製品の開発者、会社のリーダーなどにも、直接ユーザーと会話させることもできます。ユーザーから商品サービスに対する意見も直接聞くことができます。企業がハンゴートを行う際の Tips を紹介します。まず、人々が話題にしたくなるようなビジネスやブランドに関連する話題を選びましょう。参加者がもっと関与を深まり、ハンゴート自体もさらに面白いものになります。そして、トーキングポイントを事前準備しておくこともとても大切です。より多くの人が見てもらうために告知をしっかり行いましょ
最後はですね、会場の施設の確認、インターネット接続の確認も事前確認した上でテストをやりましょう。先日、Google Plus ローカルが発表されました。Google Plus ローカルは Google Place と Google Plus 統合して、さらにシンプルで効率的なレイアウトとデザインで登場したものになります。ページ上でのリスティング情報の整理がしやすくなり、もっとレビューや写真を見ることができるようになります。そして、最近リリースされたイベント機能は、イベントの作成をしたり、共有したりするための新しいツールです。イベントの前、最中、そしてイベント後にもご利用いただけます。招待状を作成すると、イベントは自動的に Google プラス、Google プラスのストリート、Google カレンダーに表示されます。携帯電話のパーティーモードをオンにすれば、ゲストはイベントのページにリアルタイムに写真をアップロードしていくことは可能です。写真やコメントを参加者の皆様で共有して、イベント後にもアルバムのように楽しんでいただくことは可能です。次では、ユーザーとの関連性を強めるマーケティング目的に対する Google Plus のソリューションを紹介したいと思います。AdWords を使用していただきますと、マーケティング担当者は商品やサービスに強い、関心を持って検索を行うユーザーに対して、ブランドメッセージを発信することができると思います。しかし、知り合いがまたは信頼できる友達があるブランドを支持していることを分かったら、ユーザーにとってそのブランド広告の関連性はさらに高まります。Google では、このようにおすすめ情報、いわばソーシャル化された広告を適切なタイミングで表示できます。現在、Google のすべての検索連動型広告、検索結果には、プラスワン、またシェアボタンが設置されております。ユーザーが検索結果、広告に対しておすすめすること、またはその他のユーザーの評価を確認することができます。例えば、画面上に出ている例を見ていきますと、検索を行うユーザーは Google のアカウントにログインしている場合、広告に対して推薦した友達の名前が表示されます。ログインしなくても、広告に対しておすすめしたユーザーの合計人数が表示されます。この表示はソーシャルアノテーションと言います。ソーシャルアノテーションは検索結果、検索連動型広告以外にも、Google ディスプレイネットワーク上の広告にも追加することが可能です。つまり、ユーザーがあるコンテンツ、またサイトに対しておすすめした同時にその情報が拡散されます。しかし、拡散だけではなくて、同時に蓄積もできます。特定の一つのブランドに対するユーザーからのおすすめ、情報っていうのは、検索結果、広告のみが対象ではなく、お客様の Google プラスページ、ウェブサイト、動画など、ウェブ上あらゆる場所からユーザーより、おすすめしていただくことは可能です。AdWords ソーシャル設定オプションを利用していただけますと、ブランドに対するウェブ上における全ての場所の、おすすめ、プラスワンが一つの数字に蓄積され、同時に広告に、表示することができます。ビジネス向けの Google プラスは一つのサイトにとどまることではありません。いわばウェブのソーシャル化ですね。Google を利用するすべてのユーザーにブランドのおすすめ情報を常に伝えることができます。またですね、Google のデータから購入の意識が明確しているユーザーに対して、知り合い、また友人のおすすめ情報に、を目にすると、反応率が高まるという、傾向という、データが取れています。最終的に広告主様にも大きなメリットがあります。ソーシャル設定オプションを設定した検索連動型広告、そのクリック率が平均5から10%も向上しています。この効果を実感してた国は、AdWords キャンペーンと Google プラスページを連携つけることが、必要です。
するには、AdWords アカウントにログインしていただき、広告設定オプションをクリックして、そして、すでに公式認証されたページの URL を入力すること。この一つの手順だけで、ソーシャル設定オプションの設定が完了です。次では、成果の可視性について紹介します。まず、AdWords の効果測定について説明いたします。AdWords アカウントにログインすれば、ソーシャルの要素を付きの、情報の掲載結果と、ソーシャル要素のない AdWords キャンペーンの統計情報を並列して確認していくことは可能です。さらに、Google Analytics を併用することによって、より、詳細の数字を確認できます。Google プラスで Google Analytics のソーシャルレポートというサービスをリリースしました。このソーシャルレポートを利用していただきますと、400を超える様々なソーシャルウェブサイトが、ウェブサイトのホームページ上にどれぐらい影響を与えているか分析をすることができます。ソーシャルメディアがもたらす価値、ブランドに対して最も効果の高いソーシャルネットワークを把握することができます。また、コンバージョンレポートを利用していただければ、対象となるソーシャルネットワークサイトがお客様のサイトに対してどの程度コンバージョンにつながったのもわかります。マーケティングの担当の皆様からよく、ソーシャル上でのコンテンツの普及性は、なかなか把握しにくいとよく言われていますが、それを解決するために Google プラス上の機能をお勧めします。リプルっていうツールは、オリジナル投稿の伝達のトラッキングをできるだけではなく、すべてのユーザーがこのコンテンツをどのように普及させたのも、確認することができます。ブランドの統合記事が時間とともにどのように伝達されていたか視覚的に表示されますので、その間、影響の高いユーザー、つまりブランドにとってのトップインフルエンサーを見つけることができます。トップインフルエンサーの、ユーザーを見つけてサークルの中に追加すれば、そのユーザーの投稿、またそのユーザー何に対して興味関心あるのかを検証することができます。トップインフルエンサーに対してさらに詳細のブランド商品情報を提供することや、ハングアウトに招待することもできます。リプル、アドワーズ、グーグルアナリティクスのソーシャルレポートは今後さらに進化していきます。また、グーグルでは新しい機能、拡張機能の開発も努めておりますので、これから数ヶ月にわたってリリースしていく予定です。以上、ターゲットユーザーに対するエンゲージメント効果、ターゲットを絞った広告をユーザーにリッチ、キャンペーンの成果測定性の向上、この3つのマーケティング目標において、Google プラスが提供できるソリューションを紹介しました。この他にも、マーケティング目標に役立つソリューションをいくつを紹介します。Google プラスページのフォロワーを増やすには、お客様のウェブサイトに Google プラスバージを埋め込むこと以外にもご利用いただける Google の広告ソリューションがあります。Google ディスプレイネットワークで、トピックターゲットやインタレストカテゴリーを利用していただければ、Google プラスのページのターゲットユーザーに広告でアプローチすることができます。また、一気に Google プラスの認知を広げたい場合は、YouTube のマストヘッドなども広告商品があります。次では、Google プラスの運用事例を紹介していきたいと思います。まず、Google プラスページのフォロワー数が60万を超えるファッションブランド、H&M の Google プラス運用事例です。H&M は Google プラスが提供するユニークな機能を多数利用することによって、この成長を実現しています。H&M はソーシャルメディアをブランドの創造性を生む場所にするという目標を持っています。店舗やウェブサイト上のショッピング体験を模倣するだけではなく、Google プラスページで、Google プラスのユーザー専用のインタラクティブコンテンツを定期的に配信していきます。H&M のファッションや、ライフスタイルを宣伝したり、ビジュアル要素、
動画や写真を頻繁に投稿しています。H&M の服の画像はクリックすればすぐ購入できる、リンクとキャプションと一緒に表示されます。ソーシャル設定オプションで検索連動型広告を強化した結果、AdWords 広告のクリック率は22%も上昇した素晴らしい結果を得られています。次では、Everyday English について紹介します。Everyday English は、広島にある S 株式会社が、開発された、人気の英語プログラム、教育プログラムになります。Google Plus が発表されたとき、S 株式会社は、ハングアウトを利用して、Everyday English 講師とグループレッスンに参加できる、フリートークというプログラムを開発しました。現在、数百人の参加者も、持つこのサービスに注力しています。同時に、Everyday English は、AdWords にも Google Plus をリンクして、ソーシャル設定オプションを設定しています。その結果、ソーシャル設定オプションをテストされたキャンペーンでは、46%もクリック率が向上しました。これまでの例でお分かりいただけると思いますか？ Google Plus はまさしく、より良いサービスを提供するために、過去10年間にわたって、Google が信頼できるユーザーとパートナー様と一緒に、協力して取り組んできた結果と言います。まだは初期段階になりますが、Google Plus は現在、すでに120種類の Google、のサービスと統合されていきます。Google サービスにソーシャルの要素を統合させるには、ユーザーにとって Web 上の関閲における利便性を高めることができて、つまりブランドにとってエンゲージメント効果、関連性、成果の可視性という3つの要素で、役立つことが、できます。Google Plus は企業のプロフィールとユーザーのプロフィールの間にあるものだけではなく、Google が届ける、すべての情報ですね。Google Plus はまだ始まったばかりなので、今後も進化し続けていくプロジェクトになります。今後もぜひご期待していただければと思います。よろしくお願いします。以上、セミナーの内容はここで終了させていただきます。これから質問などに対して、確認して、回答を行っていきたいと思います。質問があんまり、ないように見えますが、大丈夫でしょうか。質問は特にないようで、このセミナー本日ここで終了とさせていただきます。本日お時間いただきましてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。